はい、どうもみなさん、こんにちは、ミザです。うい、うい。ということで、え、本日はですね、新たなる軸を用意してまいりましたので紹介したいと思います。はい。今回は、ミーム、メイム、マイム、モイムの、え、無限季節ガチャ編成ということで持ってまいりました。こちらのレビオンシスターズ、マイム、ミーム、メイムを使ったんですけど、えーフ、リンクアビリティをフルオート設定できるようになったんですよ。今までアビリティのフルオートっていう風になってて、リンクアビリティを使うと、まあ、大体一ちゃん上だ、ね ねこの一丁上を使っちゃうでこちらに関してはレビオンシスターズに関しては1アビアクアブレードを使ってしまうんですけどこれをオフにして2アビのブレイブコンバットを使用することによって気絶ガチャを楽しむことができるんですよね無限にガチャを楽しめて無限に敵の戦闘行動を封じた状態でパンチすれば最強でしょっていうことで編成を用意してまいりましたはい他の2キャラクターは調整された2人を用意してまいりましたねうん アルベールとかは、マイターン、インパルススラッシュが発動するからめちゃくちゃ強そうっていうところで、まあ今回全部フルオートオンでお試ししてみます。サンダルフォンもね、超強いと思うんだよね。パワーオブワン強くないやばいでしょ。ということでえ、お試ししてみましょう。主人公のジョブはカオスルーダーになってるんですけれども、他のキャラクターとデバフを組み合わせて、このフレームオブカオスとブリークディスオーダー。ブリークディスオーダーっていうのが敵に付与されている弱体が12個以上の時通常攻撃後に自動発動するっていう効果があるんで、まあこれで、 えー、ダメージを与えてていいこうっていうっコンセプトですね武器編成はマグナ編成こんな感じのもちょっと試してみようかなって思ったやつがあったんで、えー、これで試してみますほら早速やっていきましょううん いや、まぁ、あ、今回アバターで行くんですけども、いや、今回、まあ無限気絶ガチャ編成は、俺正直割と <laughs>、まあ気絶が入るのであればワンチャンあるかなと思ってる。ただ気絶って耐性あるんだよね。気絶って耐性あって、あの、敵の耐久、敵の弱体耐性が上がっていくから、そこがちょっとどうなんだろうなっていう感じがする。あ、そういえば、あれか、扇スキップが、違うわ。あの、スキップ召喚のやつないのか。 トライフォース。まあ、トライフォースは感電レベルが10以上の場合全体化するということで TA 確定するようになってますね。はい。で、まあ、ま、あのー、アルベール3アビ使うんですけど、この3アビってアビリティ性能を上げて、あの、1回だけ上げて、えー、行動不能になって、みたいな動き方をするんだけど、ターン終了時に発動する1アビで、この感電した際のアビリティ性能アップの効果は発動するようになってた。うん。これ。いくよ。 ここのインパルススラッシュで、えー、まああのー、あれだね、アビリティダメージ上限アップは自動で消費されるようになってたっていう感じだね。はいで、えー、ここからアビ、ア <laughs> また感電してるよ、こいつ。<laughs> 感電しすぎ。レビオンシスターズ、感電レベルバチコン上がりますね、レビオンは。 で、インパルススラッシュが発動すると食材の光が発動していくで弱体効果12個足りてる ?1234567891010 あ120個ぐらいあるなあ今あ今デバフ発動したね主人公の通常攻撃時に弱体効果が12個以上だったらあのダメージアビリティの,あのデバフが発動するって効果があるんだけどそれが発動してましたね、うん てかサンダルフォンの3浴びの効果でてか気絶ちょっとあとで <laughs> もうそろそろ気絶ガチャがもう一度見れると思うんでちょっと気絶ガチャ見たいんやけど食材のディスペル便利だねこうやって見てるとでほらブレイブコンバットが発動して今気絶したよねこれを無限に繰り返せば相手を封じ封じた状態で動けるっていううん <laughs> 感電レベル10になりましたよ5ターン目で感電が10になると適当をこいてても感電レベルがギュインギュインと上がっていくっていう寸法なんですよねさあこれで、えー、2800ダメージ闇の石消えまして87%かスロー上がるかいやもうこれはあとは移動あとはもう終わりだね <laughs> 俺のターンこれでコンセプトこれで発表は終了します 素人質問ですがよろしいですかあのこれをするより普通に殴った方がいいんじゃないでしょうか <laughs> 発表会が素人質問が来てしまうあ気絶入らなかったね今気絶ガチャ失敗でございますはい奥義をぶち込んかましていくちなみにアルベールも、えー、奥義使用時の追撃効果の効果量が上昇しているっていう効果があるので アルベールの火力上昇は結構高いっていうふうに言われてますね個人的にはだけどサンダルフォンすごいいいと思うんだよねサンダルフォンディスペルもぶちかますしさサンダルフォン自体火力結構高いんだよねさらになんか食材の光効果ももらったら結構パワー上がったなっていう感じがするんですけどいかがでしょうかシュンシュンシュンシュ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 で 単終了時にインパルススラッシュ発動して食材の光が <laughs> いいじゃんいいじゃんなんか単終了時にダメージが発生する系が多いね光属性は、うんまあ、通常攻撃時にこのビリビリもそうだけどまあこのミームメイムマイムモイムはさマジでなんか 4アビの効果がね、TA 全体化するっていう効果。追撃自体はもともとあったんだよね。追撃自体は味方全体にもともと付与で、確定 TA だけ自分だったから、感電レベル10で TA が全体化するっていう感じになっちゃうんですよ。TA が全体化しても、なんか大きくメリットはないような感じはしないか。どうだうん。正直、なんか、 め,めちゃくちゃ TA 確定、みんなに TA 確定関連銃にしてまですることじゃないよね <laughs> ああ。全体 TA。追撃、なんか全体攻撃大幅アップとかくれてもいいんじゃねえかって正直ちょっと思っちゃうんですけど、もともとこのミームメイムマイムはあの使われてて、4アビ目的で、そう。4アビを押して全体に追撃付与しますよ、みたいな使い方はたまーに2年前ぐらいはしてたから。うん っていうような感じになってたんだけど、ま、あの、今回はですね、えー、ま、TA 確定っていう、ま、あバフま、ここもバフだよね。演出時間がでも追加され、ーん、みょんょんみみたいなさ、あれが追加されてるからさ、どうなんあれの演出追加の方でちょっと遅くなりそうだけど、どうなんでしょうかね。さあ、気絶ガチャが始まりますよ。ミゼラブルミスト、ディレイかましまして、さあ、いけ気絶しろ 気絶失敗ですそうなんだよ気絶って問題があって確か結構ね気絶って耐性値の上昇量がエグいみたいな <laughs> うんなんかあった気がする気絶ってなんか2回ぐらいしたらもうほとんど入んねえみたいなそんな概念が世の中にあったような気がするんだけどどうだったかな気のせいだと信じたいんですけどね、はい もももしかししかかたらそういういいのもあるかもしれない、はい、まあまあこんぐらいでしょうかねとりあえずあとはもう気絶のガチャをしながら進行していくっていう話なんで倍速でいきましょう。 あのー、死んでました <laughs>。そうかー。そういえば、後ろに、あれだな。外善棒が入れなきゃいけねえとかいうのあったなー。なんか、忘れてた、うっかりしてたわ。 はい。えー、救援依頼を出して討伐してもらいました。やはり頼れるのは野良の味方ですね。ありがとうございます。ということで、えー、まあ、気絶カウンター的には俺の読み逃しがなければ、まぁ、あ、10分の 2? うん。まあ、20%? まあ、これはさすがにちょっと確率低すぎる気もするけど、気絶ってでも確かにこんぐらいなんですよ。マジでめちゃくちゃ勝率高いわけではなかったな。どうやらな <laughs>。 そういえばこんなんだったわって思いました。特に、ミーム、メイム、マイムのあたりの気絶って、結構なんかワンチャン歩くねみたいな、なんか評価高い印象があった。気絶ってなんか未来あるよなみたいな。俺たち気絶で戦おうぜみたいな、なんか出た時ってそんな感じの時代で、絞られてると思うわ。この気絶が。 確率的に。他の気絶よりも、ね、多分低いぐらいの気絶確率だから、まあちょっと気絶ガチャ編成は、まあまあまあナイストライということで行きましょうか。ダメージ的に見ていくと、えこんな感じだね。見てこれ、すごくないアルベール。 パワー感じるよな。まあ、アビリティポチりすぎだけどな。さすがにこのアウルベールは。<laughs> ちょっと、さすがにダメージグラフ的に伸びてても、アビリティポチりすぎなんで、うん、ポチりすぎたろうだから、まあ、もうちょっとポチらないように頑張っていただいてもらう。3アビ封じるとかね。うん。 3アビ封じるはありかもな。まあ3アビ4アビのあたりは少し考えてもいいかなっていうふうに思ったりはするけれど、はい。まあ何にせよ、気絶ガチャ編成でした。まあマイムはね、ただき、あのー、感電をブリブリにかますことができるから、このレビオン騎士3姉妹で。うん。まああの、感電をブリブリにばらまく。感電プラス追撃をブリブリにばらまく。みたいなタイプの動きとかもあるかもしんないね。はい。ということで、えー、新宿、えー、気絶ガチャ編成は、 どうやらため <laughs> またお会いしましょうじゃあねバイバイ